みんなの者、チャンネル登録してくれると嬉しいぞ。Is it too late now to say sorry? はい、どうも皆さん、ニキルです。今日は、また新しいリアクションしていきます。皆さんのコメントを読んで、この間ですね、ミセス・グリーン・アップルと、ユーリナ・ヒラテさんですね、それのフィーチャリング、Wanted という曲に、皆さんが、その、欅坂ですね、欅坂バンドのご紹介しましたので、そのバンドの中で皆さんがその Silent Majority という曲をリアクションお願いされましたので、そういう曲にリアクションしていきます。まずは皆さん本当にありがとうございますですね。毎回毎回新しい日本の J-POP バンドを紹介されますので、めっちゃ最近ですね、皆さんのおかげでいろんなバンドが知ることが できましたので、 I'm very much happy。 本当にありがとうございます。今日はそのですね、欅坂バンド、めっちゃなんで発音が難しい、欅坂46バンドの Silent Majority という曲をリアクションしていきます。 OK、 Let's go。 皆さん進む前ですね、Jチャンネル登録はお願いしますね。欅坂46、サイレントマジョリティからいっぱい出てますね。4年前の曲ですね。Oh my god、僕は遅いね。でも、オフィシャルミュージックビデオ見るより、ライブの方がもっと楽しいですね。これは NHK 紅白歌合戦というライブ見ましょうね、皆さん。こういうニキルチャンネルで初めてですね、こういうバンドの、グループバンドのリアクションしていますので、Oh! Let's! ダンスしながら歌うので、それは本当に得意ですね。Wow! She is damn beautiful!かわいいね。あとはね、こういうめっちゃかわいい美人グループの曲を聴くと音楽より顔に夢中しますね。やばい、集中ができない。一つことはめっちゃ気づいたから、これは NHK ですね。NHK のそのカメラさんがめっちゃうまいじゃないですか。めっちゃすごい撮ってますので、見てくださいね、皆さん。このバンド、これはバンド、グループだからですね、いろんなアングルから撮らないといけないですね。だからすごい撮ってますので、多分このケア、また、発音ができてない。欅坂さんから、多分僕は知ってるのは、ユーリナ・ヒラテさんだけですね。それも、そのミセスの Wanted という曲から知りましたので、あとはここは46メンバーがないですね。46メンバーが、本当は46メンバーがいるはずじゃないですか。ちょっと調べます。僕はめっちゃ、なんて、そういうところはね、すごい気になるから。このバンドのメンバーが乃木坂46と漢字欅坂46に移動しましたね。わからないけど。Anyway、行きましょうね。こういうメン、このグループの多分曲はもうみんな得意ですので、そのこういうグラファーね、それが管理するのマジ難しそうね。みんな色、まあ、46のメンバーだからは難しそうですね。こういうコーラスがね、めっちゃ素敵で、この曲はね、なんていう、すごい皆さんになってるかどうかわからないけど、僕にはめっちゃ感動してますよ。めっちゃなんていう、心が心に触れる曲です、マジ。すみません、123。
今こ Oh my god! それはめっちゃセクシーなルックですね。Yo! Oh! Wow! 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 かわいい。次。なんでみんな解散したの？解散するとね、めっちゃ本当にね、悲しいですね。自分の好きなバンドが、バンドメンバーが解散する。僕もね、前は One Direction ですね。1D のめっちゃ大ハートファンでしたね。で、その時、ジェーンが解散する時、本当にね、その中はめっちゃ涙が出たよ、正直に。その気持ちはわかります、僕は。ああ、でもこれはめっちゃ短いバージョンですけど、楽しいは楽しかったね。めっちゃ久しぶりにこういうグループのアイドルグループの聞きましたので、僕のちょっと話、個人的に話すると、来日するときですね、来日した後、先輩の日本語めっちゃペラペラでしたので、僕もね、わー、めっちゃ早めに日本語ですね、めっちゃペラペラに話したいですので、その時ですね、前から音楽に興味があったので、その時ね、なんていう、多分日本語の曲を聴いたらもっと日本語がペラペラになるかなと思って、一番最初に聴いた曲は日本の、多分このアイドルグループですね、 AKB48 の、ヘビーローテーションです。はいはい、これです。この曲は聴きました。 Love youI know it after the dun dun natter music heavy rotation. Yo! この曲を初めて聴いて、日本語をちょっとね、上手になる、そういう目的で聴きましたけど、その後、今このグループのね、グループの聴いたは多分このケア、ザカバンドです。まだ終わってないけど、ちょっと進みます。ウォー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 、悲しい。なんか今まで2分45秒はめっちゃ楽しかったけど、この話聞いたらちょっと悲しいなったね。なんかおじちゃんが生きてるうちに見て欲しかったね。すごい奇跡だなって思いました。よ。本当にありがとうございます。ね、皆さん最後まで見てくれて、めっちゃ楽しかったんで、最後の時ちょっとね、悲しかったけど、そのおじちゃんが生きてるうちにそれは見て欲しかったけど。でも皆さん のコメントでですね、ここまで欅坂バンドが知ることができまして、このそのサイレントメジョリティも聞きました。めっちゃこういうバンドはね、そのバンドよりもそのグループバンドがめっちゃ楽しいですね。そのダンス、パーフェクトダンスしながら歌うので、なんていう、見るもめっちゃ楽しかった。あとは、いや、この曲はね、先ほど言った通りに、めっちゃ感動しました。いや、皆さん、また次の動画で会いましょう。もしよかったら、いいね、シェア、チャンネル登録全部お願いします。また会いましょうね。